アシスタント MC 久々の登場です。この方です。妹視線でどうぞ。はい、行きます。岡山県からどんぶらこ育てて一番元気を届けるのはリネット。みんなで一緒にきびだんご、はい、ハムハム、ありがとうございます。岡山県出身19歳のリネタンことです、ね、よろしくお願いします。はい、リネタンよろしくお願いします。お久しぶりです。昨年お久しぶりです。ね、昨年11月11日の出演以来、はい、およそ5ヶ月ぶりの登場ということで、はい、そうですね。前回は鈴木彩香ちゃん、あやパンとね、ダブルアシスタント MC ということだったんですけど、はい、ちょっとね、ショールームコメントお邪魔してね、さっきちょっとお伝えしたんですけど、はい、ソロアシスタント MC 初と申し上げましたが、初期の頃、1、2回ももちゃんがゲストの方がやってました、はい、でも久々ですから、こうやって嬉しいですよ。はい、ありがとうございます。法廷でグループ他もね、もう ST 法廷とはじめ、もうね STU、 そしてチームメイトさん、そして NG ってみんなソロですから、やっと出揃いましたんで、はい、より一層ね、進化が問われますよ。そうですね、もう一回、はい、しっかり頑張ります。大倉さんに負けないように。いやいや、クローズアップされますんで、もう前回も大好評でね、もうキャラが立ってるといえば ST 法廷だったらもうねリコチカもリネタンということでね、はい、よろしくお願いします。負けないように今日は。いはいはいはい。ということで今週もね、カフェエクスプレッサーからお届けします。カフェさん、パンお願いします。素敵なカフェでございます。オーナーも来てます。映りません、いや今ちょっとね休業してますけど、またね近々やりますよね。オーナー復活しますんで、ぜひともねこのカフェエクスプレッサー、ツイッターもあります。今カフェちょっと休んでますけど、またなんだかしらやりますのでね、ぜひともチェック、ツイッターフォローお願いします。カフェエクスプレッサー下北沢方面、北の皆さん、ちょっと可愛らしいでしょう。ないですよ、4人組アイドルグループボルト、スターダストですよ。ボルトといえばももクロちゃんの後輩ボルトの内藤ルナちゃんが遊びに来てくれます。リモート中継繋がってますか。ルンパン、ルンパン、あ、来た来た、こんにちは。もういや、ルンパンはもうずっと知ってるもんね。ってか変な昔のこと言う気つもりないんだけど、やっぱ可愛いまま大人になってるっていうかね、もう綺麗にどんどんなってってるっていう、もうめちゃめちゃ嬉しいですよ。俺めちゃめちゃ推してますもん、ルンパン。おしゃれだしね、おしゃれだし、もうインスタも拝見してますけど、風貌がめちゃめちゃ合うよね。キュートな感じが、かぶった感じ。フード、風貌はマイクだわ。マイクは風貌、風を妨げるんじゃなくて、フード。よく着てね、フードのやつ、フードの服着てるじゃないですか。ありがとうございます。似合うよね、あれめちゃめちゃ。超可愛いんですよ、皆さん。内藤ルナちゃんのちょっとインスタとかね、チェックして、フードかぶって。可愛いんですよ、もうずっとこのままでね、どんどん可愛いから綺麗になっていくっていうか、もう、大倉めちゃめちゃ応援してますよ、本当にね。ね、そのルンパン、もよろしくお願いします。もちろんもちろん。ご用意しました。僕らの春夏秋冬からってますよ。題して、宇都宮リネの初めての水着グラビア撮影。イエーイ。さあ、宇都宮リネちゃん、リネタンをお迎えしておりますが、今月26日、あと5日後ですよ。今月4月26日火曜日発売の雑誌、はい、プラチナフラッシュ、フラッシュさんで、はい、水着グラビアに初挑戦しました。楽しみですね。そこでその撮影時のエピソードを語っていただきましょうという時間です。じゃあ早速いきましょう。いいですか。質問その1、はい、どんな水着を着た。いきますよ、フリップの方、せーの、オープン。じゃん、こんなにかなりバラエティ飛んでます。いや、これにはちょっと訳があって、はいはい、結果着たのは結構3着なんですけど、うん、10種類ぐらいの水着が机の上にいっぱい並んでて、そう、なんか編集者の方とか、あと衣装さんと一緒に何回も来て、これどうですかって来て、いろんな人の前で披露して、これあこれもいいねってとかも来て、一通り全部着たんです。いい仕事してるね。はい、編集者の方ね、編集者。はい、いいな、ちょっとこれすごく素敵な水着になりました。僕らもやってみたいもん。ちょっとリネタンどれ、ちょっとこれずらっと並べてね、これこれいいね、ちょっとすいません、大丈夫ですよ普通ですよ、僕らね、はい、その中でもどうですか、特に気になったやつとかあります。あんまりその発売前なんで詳しく言えないんですけど、結構なんて言うんだろう、結構露出してるので、私は彼女感のある、なんか見えそうで見えない系の水着が結構お気に入りです。やめてよそういうフリちょっとこんなキュートな感じでその言われちゃったら、もう買わざるを得ないじゃないですか、これ。はい、そんな感じですかね。ラッシュさん、
さすがですね、はい、いい振り、はい、色とかヒントないですか、柄とかそういうこんな感じとかなんとなくでもちょっとイメージ湧くような、なんとなく、はい、でも STU をイメージした水色とか、うん、いいね、あとは白とか、おでも結構清楚な爽やかな感じが多いです、まあ、イメージがそうだもんね、そもそもね、リネタってそうだから、で撮影とかやっぱり浜辺とかそういう瀬戸内の、はい、で思うじゃないですか、はいはい、撮影場所は関東の方で撮影しまして、おーいいね、ちょっと千葉、神奈川、まあいいですけど、まあなんかその関東で撮影しまして、まあ、はい、分かりました。そして撮影スタジオがめちゃくちゃ可愛くて、なんか、はいはい、ナチュラルな、うん、キーメインのそのお家なんですけど、白とかあとキッチンとかもめちゃくちゃ可愛くて、うん、髪ってます。めちゃめちゃ楽しみ、ちょっと皆さん、はい、ぜひともね、フラッシュさん今月25日発売なんで、まもなくね、あと5日後です、はい、26日、お願いします、26日、5日後か、はい、チェックですよ、ぜひとも買ってください、チェックしてください、ねね、本当にカメラマンさんがもう私の普段出せない表情とかすべて出してくれたので、もうぜひいろんな方に見ていただきたい、じゃ見ていただいて、ちゃんとね、青木さんにちゃんとリップ送ってほしいですよね、ちょっとリネタンが良かったっていう、ちょっとね、はい、青木さんお願いしますよ、坂道よりちょっとリネタンが良かったって来たら、あーちょっとリネタン第2弾やんなきゃいけないなこれっていう話になるじゃないですか、お願いします、本当にわかりました、じゃあ行きますよ、続いて、はい、質問その2、初めて水着でグラビアを撮影してみてどうだった、はい、行きますよ、はい、じゃあババン、はい、初めて撮影してみて、うん、やっぱ1着目の水着がすごくもう本当に顔が真っ赤になって、もう表情とかも笑えなかったんですけど、恥じらいな、うん、1着目の後半ぐらいからだんだんもう全てさらけ出してきて、さらけ出した、もう後半ノリノリでもういろんなポーズをしました、うん、いやすごい、ちょっとどんなポーズかちょっと一番のポーズは取っといて、一番のポーズはもちろん買ってからのお楽しみじゃないですか、はい、そうです、なんかこんなポーズしましたとかでも、ちょっとリネタンポーズみたいならしいポーズとかあったりします、でも結構なんか前のめりで、なんか前のめり、前のどこで前のめりってどこで、 NMP じゃなくてどこで、前のめりとかが多かったりとか、うん、ちょっと攻撃的なこんなリネタンが、はい、攻めてる感じの、いいね、はい、ちょっと、はい、攻めてる来たよほら、てっちゃんさんから、あ、そうこれちょっと楽しみですね、めちゃめちゃ来てください、ね、あ、これは食事制限とかもしたんですか、やっぱりね、ちょっと体型を良くするとか、はい、筋トレとか、そうですね、もうめっちゃ頑張りましたけど、うん、もしその、まあ、もう次あれば、はい、もし次があるならもっと頑張ろうって思って、楽しみですよ、ちょっとね、はい、お願いします、はい、じゃあ続いていきましょう、はい、ラストですね、質問その3、撮影当日のエピソードは、エピソードや裏話は、はい、裏話、じゃあいきますよ、はい、せーの、じゃあ聞きたいと思います、はい、はい、はい、それこそ撮影当日まで本当に結構食事制限の時もしたので、はい、撮影当日にそのめちゃくちゃいろんなお菓子とか食材がたくさん並んで、美味しそうなもう高級なスイーツだったりとか、誘惑はね、私大好きなそうマカロンとかたくさんあって、はいはい、撮影が終わった後に、うん、爆食いしました爆食いした、何が一番美味しかったですか、ちょっとね、ずっと我慢して、でもその編集者の方から、うん、辻入れてマカロンをいただいて、おー、うん、それを食べた瞬間にもうちょっと、うん、ちょっととろつき上げました、脳みそがなるよね、はい、ちょっとね、それとマカロンね、めちゃくちゃ美味しかった、ね、美味しかった、まあ、天気も晴れて、その日は、はい、天気は雨だったんです、雨だったの、そうです、私、うん、雨女なので、あ、そうなんだ、うん、そうなんです、雨だったんですけど、うん、結構冷えてて、うん、外での撮影も多かったので、足がむくみまっで、うん、本当に寒くて、あ、寒くてね、しました、はい、水着以外の衣装とか着たりしたんですか、水着以外着たりしました、なんか結構私服風な衣装とか、あと制服、おしょっとツイッターに載せたので、ました、制服まだまだ似合うもの、全然ね、はい、まだ19歳なんで、19だもん ね、 全然ね、はい、コスプレとは言いません、ね、全然ね、撮影現場の雰囲気も良くて、イメージ通りというか、めっちゃ良かったです、本当にもう何なんて言うんだろう、その衣装さんとか、はい、マネージャーさんがそのすごい、いいよいいよって
本当に最近頑張って盛り上げてくれ。そうしたら森ネタも大胆になってどんな感じだったんですか。そうですね、ジェスチャーにするとどんな感じで大胆になったの。はい、はい、結構前のめりになっちゃった。わかりました、終了です。はい、ありがとうございました。あとはねお楽しみということでね、5日後ですよ、はい、倉石さんチェックしてください。ネタのねグラビア。さあここまでね、初グラビア撮影の裏話を聞くことができて超面白かったよ、はい、4月26日あと5日後ですね、426発売の日、フラッシュ発売の日が楽しみだよという方はショールームツイッターでも8の4で会場拍手お願いします。パチパチ、破壊力抜群来てますね、水着になったんだな、マスクさんいただきました、ありがとうございます、はい、以上明日のテミニ企画、宇都宮里奈の初めての水着グラビア撮影でした。さあこんにちは、ボルトの内藤ルナです。はい、ルンパンです、お待ちしておりました。お願いします。はい、なんかね、ずいぶん空いちゃっててね、昨年だと思ったんですけど、一昨年の12月24日出演以来およそ1年4ヶ月ぶりの登場ということで。はい、ねえ、ちょっともうお元気でしたか。ありがとうございます、元気でした。昔からのねお付き合いだからね、本当にね嬉しいんですよ、どんどんこうやってね可愛いから綺麗になっていくね、ルンパンを見られて本当にね、よろしくお願いします。お願いします。題して内藤ルナ春の一大事、イエーイ、さあ、内藤ルナちゃんが所属するボルト BOLT ボルトの皆さんはね、今月、今週末ですね、本当にあの今週末ですから、あさってですね、あさってしあさって、4月23日土曜日、そして4月24日日曜日に福島県 J ビレッジで開催されますももクロ、ももクロ春の一大事2022外周パークに出演します、ね、そのタイトルにちなんで内藤ルナちゃんの今年の春の一大事、つまり重大な出来事を発表していただこうというコーナーでございます。さあいくつか用意していただきますのでね、いただきましたのでフリップの方に、じゃあ早速いきましょうかね、いきましょう。まずは一つ目、性能フリップオープン、どうぞ。ボルト初夏ツアー開催決定、おめでとうございます。ありがとうございます。ね、これはどんな感じですか。まあ透明版もっともありますよね。そうですね、今回はあの透明版仙台にお邪魔させていただきます。すごい、はい、ボルトプレゼントアーリーサマーツアー2022ボルトになります。ボルト版、はい、そちらのツアーの開催が決定したことを、うん、今年の春に発表させてもらいました。ちょっとね、皆さん地方でご覧になってる方も多いと思うので、うん、どこかねぜひとも参加していただきたいですけども、うん、ぜひ、まあ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 発表されたばかりだからまだね、参加してください。まだ準備段階ですからね、まあ、特にはねこれからっていうところだと思うんですけど、はい、なんか楽しみですね、まあ、これからですよね、リハーサルとかもね。そうですね、みんなでもうです、ね、これから頑張っていきたいと思います。新曲も披露しちゃうかもしれません。リネタ、そう、新曲もリネタもちょっと大阪あたり私もちょっとあのペンライト持たずに暴れ散らかしたりしてて、あんまりあれなんですけどえ、いいですね、はい、ね、行きたいです。ねえ、行くも楽しいよね、やっぱね、そういうの。はい、これはそう、広島もお願いしたいところで、広島もね。あ、広島ぜひ、待ってます。対バンしたいです、対バン対バンいいね、ちょっとやってください、この前奥がつなぎますから、ちょっとスターダスト、はい、お願いします。スターダストプラネットと ST48 とちょっとね、ぜひともやってください、ちょっとそれを楽しみ、はい、楽しみ、ぜひともぜひともね。タイバーよくやってますかね、フィルネオさんとかね、岡山ね。そうなんです、今度も入れますね、ぜひとも、はい、はい、わかりました。続いていきましょう、続いて2つ目いきましょう、せーのフリップ、はい、オープン。ボルト結成千日初の EP 発売決定、イエーイ、もう千日、はい、そうなんですよ。あの、こちらはですね、この間あのボルト結成1000日目の4月9日にボルトスプリング2022とポップワンマンライブリバイバルというあのライブをやらせていただきまして、うん、そしてそのライブの時に初の EP を発売させていただくことを発表させてもらいました。おー、イエーイ、でも3年早いよね、全グループからパッて、もう3年あっという間ですね、でもね。そうですね、めっちゃ早いわな、早い、あっという間です、あっという間だよね、ほんと最近の感じするもん、うん、ねえ、あ、
そうですね、ぜひともちょっといい、ね、EP もありますので、ぜひとも皆さんね、すごいチェックを、千日千日、ね、素晴らしいですね、素晴らしいですよ、なかなか、ね、なかなか、わかりました。じゃあ続いていきましょうかね、続いて3つ目いきましょう、はい、はい、続いてラストです。せーのフリップ、はい、オープンお願いします。一人サウナデビュー、これめちゃめちゃ気になる、めちゃめちゃ、え、全然行く感じしないんですけど、そういうイメージないんですか？なんかカフェとか行ってそうだもん、普通にカフェ。いやいや、もうめちゃくちゃ言ってるんですけど、すごい私サウナが大好きで、去年の私の生誕祭もサウナをテーマにしたライブをやらせていただいたりとかするくらい好きなんですけど、何気になんか温泉行くときは、はい、私親だったりとか友達とかと必ず行ってたんですけど、この前初めて一人でサウナデビューしまして、めちゃくちゃ整えました。まあ綺麗な、まあ、ルンパンだから綺麗な汗はかくんだろうけど、あんまそういうイメージを、いやサウナ好きってちょっと意外ですね。ちょっとね、やっぱめっちゃ好きです。どう見えても、じゃあどっかのサウナに行ったらひょっとしてルンパンに会えるかもしれない。まあまあバラバラだと思いますけどね、男女ね、バラバラだと思いますけどね。サウナ行って中でほら、ま、何やってるんですか？なんか本とか読んだりするんですか、サウナの中でも？いや、サウナはもう瞑想って感じですかね。集中して、え、どのぐらい入ってるんですか、はい、時間は？え、何ですか、何分ぐらい入ってるんですか、サウナの中で大体？確かに、温度にもやるんですけど、10分ぐらい。何分だ？10分ぐらい。まあ10分ぐらいだよね、そんな長く入れない、うん、苦しくなってくるもんね。え、リネタンはどうですか、サウナとか行ったりします？私、広島に来て一回も温泉に行ってなくて、うん、地元では結構温泉行ってたんですけど、サウナだともう入ってすぐ出ますね。暑いよね。はい、お風呂も、お風呂も、はい、カラスの行水、お風呂もパッて出るから長くいる方、お風呂、お風呂、家の湯船は結構1時間とか浸かるんですけど、なんかその私あれです、サウナのなんか甘い香りが好きで、あー、わかるわかる、それを飲むために入ってます。あるよ、なんかあるよね、独特のね、はい、なんかね、甘い香りムーンとしたなんかで、わかるよね、なんか木の匂いみたいな、なんですかあれ、あれ絶対美味しいですよ。木の木じゃないけど、なんか匂いがしますよね、はい、美味しいですよ。あ、神です、はい、美味しい。ルンパも長、お風呂は長い方ですか？お風呂も長く入ります。お風呂の中では瞑想じゃなくて何かやるでしょ、本読むとかスマホやるとか、なんか歌うか。何もしません。何もしないんだ。いや、意外ですね。すごい、うん、めっちゃ瞑想してますね。え、はい、わかりました。そんな感じですかね。はい、終了です。はい、ここまでルンパンなんで、あ、ちなみに一大事あります？リネタン一大事なんか、春の一大事あれば、なければないと。一大事はやっぱり7月26日発売のプラチナフラッシュさんですかね。うん、もうほんみんな宣伝しまくるなね、フラッシュね。これフラッシュね、ルンパン見てあげて、5日後にコンビニとか並ぶので、水着が初水着なんだって、ルンパン。お願いします。お願いします。フラッシュさん、チェックしてあげてもね。ドキドキですね。ドキドキね。よかったらフォローし合って、お互い個人ツイッターアカウントやってるんで、ね、終わったら番組終わったらしてよ、せっかくだから、はい、交流作って、この番組にね。見えない。はい、ごめんなさい。はい、そういうことでね、ここまでルンパンの一大事を聞くことができて超面白かったよ、ライブも楽しみだよという方は、ショールームツイッターライブ8の連で会長拍手お願いします。以上、ゲスト企画、内藤ルナ春の一大事。あ、繋がった。あ、企画で、あ、もしもし、わかりますか？でも繋がりました。はい、はい、わかります。お名前とラジオネームで結構です。何県から？あ、神奈川県の、ロビンコップです。ロビンコップさん、いつもありがとう。じゃあ話しちゃってください、どうぞ。あ、どうも、いつも話しちゃって。はい、こんばんは。ルンパン、あ、どうも、なんかちょっと話すの久しぶりだね。ロビンコップさん、お元気ですか？元気だよ。あ、今年よかったです、うん、今年ちょっとまだボルトにあまり会えていけてないから、これからいっぱいめっちゃ行くんで。お、ぜひお待ちしております。いつも特典会ありがとうございます、うん、はい、終了です。ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。触れました、気持ちはね。どんどん行きますよ。そうそう、ね、あ、それは前なんですね。そうね、でもすごいですね、ラジオ番組持ってね、こうやって地上があってますね。すごい、ね、こう今度10万ツイート、1万ツイート目指して、今度10万ツイート目指すんですね。はい、4月から歴代番組として9月まで10万リツイート出してます。頑張って、応援するから。皆さんも電話つながりました。もしもし、あ、わかりますか？もしもし、お名前と何県から？
神奈川県の春パンちゃんです。はい、じゃあ話しちゃってどうぞ。お、はい、春パンちゃん、あ、こんにちは。ホールムちゃん、こんばんは。昨日ぶり。そうだね、昨日ぶりだ。昨日ぶり。ありがとう。え、なんか私もこの前一人でサウナデビューしました。すごい、同じな、同じ、同じデビューかなって思って。うん、そう、でもルナちゃんほど長くは入れなかったから、これからもっと特訓しようと思います。もう無理ない程度に一緒にたくさん整いましょう。はい、終了です。ありました、ありがとう。ちょっとお待ちしちゃいました。はい、ね、そうありですね、ワンマンライブやり、あ、ね、あとそうですね、ももクロ春の一大事ですね、今週末はね、ありす。初夏ツアー、初夏ツアー、東京のご覧の皆さん大半だと思うんですが、5月28日土曜日ですね、この後発表あります。5月28日土曜日と5月29日日曜日、品川プリンスホテルクラブ EX、 こちら東京あります。あと大阪、宮城、愛知とね、ありますので、ね、繋がったら作れてくださいね。はい、もしもし、わかりますか。あ、繋がった、もしもし、ハロー、あ、ハロー、あ、お名前と何、ハロー、ヘロー、Do you speak English? もしもし、あ、もしもし、あ、外人かと、もしもし、外国人かと、じゃあ話しちゃってどうぞ。あ、お名前と何県から。はい、小浜、神奈川県の小浜と申します。神奈川県の小浜さん、じゃあ話しちゃってどうぞどうぞどうぞ。じゃあ連番と、はい。ハロー、はい、ルナです。内藤ルナさん、たまらん。ありがとうございます、今日も。いつも本当にありがとうございます。今日も頑張ってて一番偉い。ありがとうね。ありがとう。福島楽しみにしてますね。福島ね、終了です。ね、またライブで待ってますよ。ああ、福島楽しみにして、ありがとうございました。ありがとう。ラストもう一人いきます。時間的にね、もう一人いきましょう。もうフルでいく。はい、そういうことでね、ございました、ね、ギャルですね。セルフ、ギャルですね。今もネギ、身長はネギ3本分やってるんですが、長い150センチは今もあれなんです、健在なんですか。来てますけど。はい、なんですか。今も身長はネギの、長ネギの3本分って歌ってたじゃないですか。そうなんです。50センチかけ150センチ。長ネギ3本分です。今もそうなんですね。ネギ3本分なんですか、はい、リネータン、身長は。公表しないんですよ。長ネギの3本分。それは可愛いですね。もしもし、可愛いよ。見てるから。じゃあ、もしもし。あ、もしもし。お名前と何県から。北海道の大大パンパンです。あ、じゃあ話しちゃってください。どうぞ。北海道から。大大、はい、パンパンさん、こんばんは。あ、こんばんは。ちょっと内藤ルナさん、ちょっと聞いてもらいたいことがあるんですけど。何でしょうか。今週末の春の一大事なんですけど、一身上の都合で見に行けなくて、すっごいゴリゴリピエなんですよ。あ、そうなんですか。はい、それで春一の後にお強い話やマウントをたくさん待ってますので、どうかよろしくお願いします。こちらこそツアーもお待ちしております。はい、終了です。ありがとうございました。ありがとう、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、題してリネのリアル岡山方言講座。イエーイ。はい、さあ、宇都宮里奈ちゃん、ST ホテルから、ね、今週お迎えしておりますが、瀬戸内 PR 舞台に入った時の瀬戸内の PR 方法の一つとして自身のツイッターにて、はい、リネの岡山方言講座をスタートさせました。そこで文字だけではなく、これはツイートですからね、文字だけではなく、うん、リアルな岡山方言講座をここで開講していただきましょうという時間ですね。はい、さあ、あらかじめご準備いただけましたんで、はい、いきますよ、はい、まずは一つ目、はい、せーの、フリップオープン。えらい。これどういう意味、えらいは、まあ、愛知も使いますけど、どういう意味ですか。これはツイッターでも言ったんですけど、えらいは疲れたとかだるいとかしんどいとかを意味します。西の方言いますよ、愛知県も言います。大体西じゃないですか。本当ですか。東京はあんま言わないですよ ね、 はね、はい、結構賢い方のえらいとかもあると思うんですけど、ああす、ね、うん、方言のえらいは疲れただるい、あ、しんどいとかが多いですか。わかりました。じゃあこのえらいを使って、萌えゼルフというかお願いしたいんですけども、よろしいでしょうか。はい、いきますよ。はい、3、2、1、9、エコー。はい、あー、今日早起きしたけんほんまに偉いわガーッ、いいじゃないですか、ほんまに偉いわ。疲れたんだね。ね、はい、もうちょっと肩でも揉んでみたいな感じでね、はい、そういう感じですよね、はい、イメージ的に、ね、はい、疲れたの。じゃあちょっとリネ今日疲れたって、もっとカメラに近づいてお願いしたい。ちょっとお願いしたい。甘えていいですか、リネちょっと今日疲れたお願いしたいです。いいですか、皆さん、スクショタイムですよ。じゃあカメラに寄っていただいて、今日疲れちゃったの。本当にやばい
寝て忘れたちゃんと言いましたよそこは何なんだろうはい、わかりました。じゃあついていきますよ、ついて、はい、時間もありますから。はい、続いて2つ目いきます。はい、せーの、フリップ、はい、オープン。応援、応援、これはどういった意味ですか。それは岡山弁でダメとかいけないとか。あ、応援は聞いたことないです。応援って言うんですね。はい、はい、そうなの、応援。応援、応援、ちょっとすみません、今ちょっと番組途中ですけども、ショールームの配信、今下北にもツイッターやってますね。下北のツイッター固定ツイート、はい、ツイッターライブはリツイートいただいてると思うんですけど、その下にショールームたった今配信しました。ちょっとまだね、うん、アクセスをもっと伸ばしたいので、うん、ショールームの方のリツイートした方も一回外して、もう一回リツイートを裏アカも含めてお願いできますか。お願いします。もっと配信、アクセスをアップしたいんで、お友達にも行ってリツイートお願いします。下北のお願いします。バックに最後に、拡散希望ってシャープついてます。両方ともお願いします。固定ツイートですね。はい、じゃあ失礼しました。じゃあ応援、じゃあ応援を使って、じゃあモネキュンゼロいきましょう。いいですか。はい、うん、いきますよ。はい、3、2、1、9。え、今日使うのモネシン忘れた。これはほんまに応援は最後にクスって笑うのがいいですね、リネタンのね。そこまでやっぱり大倉はカット入れてないですよ、はい、含めてリネタンですよね。ちょっと照れて笑っちゃうみたいな。はい、ね、わかりました。そうですね、やりましょうね。はい、大会の時の生写真とか、うん、自分でサインして来たりするメンバーがいるんですけど、うん、生写真忘れたっていう時あるので、はい、サイン会なのに生写真忘れた、それはほんまに応援でという感じけど、なの、応援、応援って言うんだ、いいな、ちょっと、はい、リネタンってさ、ほら、あんま変な意味じゃないですよ、大まかに北側なの、それとも南側なの、岡山でいうとどっちなの。岡山は南じゃないですか、岡山市は、はい、津山の方なのか、なんとか雰囲気、はい、雰囲気、まあ、土地名言わないでください。どっちの。でも私は岡山県の、まあ岡山県に住んでますね。岡山がさ、そこ十分です。岡山県しか言いません。秘密にしてるんだって。県北どっちかは言えません。ちょっと結構 NG で、NG で、わかりました。それ正解です、はい。ちょっとすいません、聞き出そうと思ったら第3の方なのか冗談ですよ、まあ、まあまあ大丈夫です。はい、まずはいろんな地域の列に対応してます。ありますからね、わかりませんよ、それはね、岡山。はい、じゃあ、そういうことで、じゃあ続いて3つ目いきますよ、3つ目。はい、はい、いいお答えです、いいリアクちゃんと、はい、返しがいいですねいきますよ、はいはい、3つ目、はい、ラストです、どうぞ。はい、チーターです。あ、チーター、これはチーター、チーターって動物のチーターですか。いや、違います、だって勘違いされるんですけど、チーター、チューターみたいですよ。何ですか。チーター、チーター、〇〇ってあるんですよ。チーターってどういうの、これ。プシはってか、プシは手伝ってよ、チーター手伝ってよ、そんな感じ。少しは手伝ってよってチーターっていうの。はい、そうなんです、チーター、〇〇。初めて聞いたの、これ、チーター。あ、はい、そう。じゃあちょっと甘えてもらっていいですか、じゃあそういう感じで甘えなくてもいいです。いや、いいですよ、ちゃんとじゃやり方があるからね、それぞれいいですよ。じゃこれをじゃあ、萌えキュンゼリフにしてもらって、じゃ最後、言い方を萌えキュンっぽくしますね。いや、さ、最後ドカンとかましてくださいよ、ちょっとキュンキュンとハートを打ち抜いてくださいよ、ファンの皆さん。ね、いきますよ、わかります、いいですか。はいはい、3、2、1、9。チーターさ、私のこともかまってよ、かまってや、ガーッそれ紙いらない、紙、それボードいらない、ボード、かまってよお願い、かまってよ、かまってよお願い、これ首肩見てみてください、いいですか、かまってよお願い、これをちょっと首かしに行きましょう、ちょっと私のかまってよ、行きますよ、寄って寄って、手絶対ダメ、手禁止、口の前、いいですか、寄っていいですか、かまってよ、じゃあ下に画面に外れるのも禁止、画面の中で収めてください、はい、後から行きます、はい、3、2、1、お願いね、カット、キュー、チーター、私のこともかまってよ、なんで笑うの、出れて笑う直前までカットで、皆さんお願いしますよ、はい、ね、ありがとうございました。はい、以上になります、以上ですね、はい、終了、はい、ここまでね、リネタンのリアル岡山方言ね、これ講座を見ることができて、岡山方言講座、はい、超面白かったよ、早速使ってみるよという方はね、使ってみるよという方がいたら、ショールームツイッターライブ数字の8の連絡会場拍手お願いします。以上、アシスタントミニ企画、リネのリアル岡山方言講座でした。もう全員かけましょうできるね、はい、はい、お願いします。今全部渡しました、はい、はい、今ちょっと、あ、メールもご紹介しましょう、はい、つながった、もしもし、わかりますか。あ、わかります。お名前と何県から、ラジオネームで結構です。クレモです。
クレ。竹内中の方ですよ。クレ広島です。何してる？クレ校のクレ。あ、なあ聞こえてる。じゃあ話しちゃってどうぞ。クレ氏です。どうぞ。あ、クレもです。クレも。あ、まあ、あ、元気？元気だけど、投げ中のやつ。みんなに知られたね。あ、投げ中。うん。あ、みんなにバレちゃった。ね、バレちゃったね。うん。本当に嬉しい。まあいいんじゃない。うん、まあまあまあいいよ、まあいいよ。これからも継続していこう。うん。あ、そうだね。まあ、うん、明後日またじゃあ投げキスしてお話し会で、はい、終了です。ありました。本当にたくさん行きたいんで、ね、ありがとう、はい、じゃメールご紹介しましょう。徳島県からペンネーム草刈木さん。にねちゃんこんばんは。僕は今悩んでいるのは5月にある関西、5月にある関西での ST48 の直接会えるお話し会のことです。僕はこれまでコロナの状況下でコロナ禍での、うん、スケジュールのところでお申し込みすらできず、今回初めて応募しますということで、うん、さあ、実際にりねちゃん、実際にりねちゃんの目の前にしたら緊張して話せるか、話せなくなりそうで、うん、ちょっとね、どうしたらいいでしょう。緊張したら、うん、緊張したらどうしましょう。本当に緊張してる人がいっぱいいるんですけど、緊張するほど私もあれなんで、全然緊張してください。はい、わかりました。じゃあ失礼しました。もしもし、お名前と、もしもし、何県からラジオネームと、はい、広島県の吉田拓と申します。あ、広島から話しちゃってどうぞ。さっきなんか 眠れないって言っとったけど、なんで眠れないの？うん、好きすぎて眠れないかな。もうそれはもう本当にそれで OK。 それで OK。 あとね、うん、あと5周年亀戸籍で見るんで爆裂ください。あ、OK、酔ったよね。分かった、頑張るね。ありがとう、はい、そうです。はい、行きましょう。はい、どうぞ。ありがとう、ありがとうございました。もう十分ありがとう、酔ったよね。そういうことね。ありがとう。そうそうそう、ね、めっちゃいっぱいありましたね。乾燥機付きの洗濯機が欲しい。欲しいですね。欲しいです。もう本当に欲しいです。あんなもん古くなってきたら乾燥しないから、うちもね、乾燥脱水したらね、干してるよ。早いから、そっちの。でも大倉さん買ってください。お願いします。買ってください。もういっぱい、もう買ってくださいね。ね、オリジナルじゃない。もしもし。もしもし。あ、お名前と何県から。はい、あ、愛媛県の雪メロディーと娘メロディーです。愛媛県からどうぞ話しちゃってください。はい、りねちゃん大好きよ。大好きよ。娘の。あ、また話しに行くね。ぜひ待ってます。ありがとう、嬉しい。ありがとう。ハート。はい、終了です。はい、ありがとうございました。すいません、短い時間でありがとうございます。助かります。嬉しいです。はい、あとサンリオピューランドで、さっきね、同じ言いましたが、キャラクターの、はい、ライブするのが夢、かわいいフェスティバルをシナモンと一緒に踊りたい。はい、ね、この前かわいいフェスティバルシナモン君と対バンさせていただいた時に言ったんですけど、うん、やっぱ夢のサンリオピューランド踊りたいなと思ってるので、踊りたいなと思ってます。どう、ルナちゃんはキャラクターは好きですか？好きです。あ、ちょっとつながって、ちょっと待って、ね、はい、ね、あ、もしもし、お名前と何県から？あ、岡山県の福重さんです。あ、岡山から、どうぞ。あ、いいね、こんばんは、元気。なんか終わった。YouTube で見てるわ。まあちょっと仕事もしながらね、ちょっと。よ、頑張ってよ、もうやることが多すぎて困っとんね。土曜日にまた話しさせたね。できる、結構できるから、土曜日と日曜日は。応援だよ、それ。うんうんうん、ありがとね、本当に。うん、うん、そこで楽しみにしてくわ。お疲れ様でした。ありがとう、電話できて嬉しい、ほんまに。はい、終了でした。ありがとう。どんどんじゃあ行きましょう。ちょっといけるだけね。いや、ルナちゃんごめんね、ちょっとリキリキですね。いやー、ほんとにね、洗濯機もこの子、洗濯機も欲しいんだって。家電でも自分で買ったそうですよね、皿洗う。そうなんですよ、食洗機買いました。自分でね、稼いでお金で買ったんだって。そうです、自分で。何系、皿洗う機械。そうです、食洗機。食洗機、えらいね。はい、で、大きすぎてクッキーが、大きすぎて料理ができないんだって、場所取っちゃった。できないんです。もしもし、はい、さよなりました。あ、もしもし。あ、お名前と何県から。はい、はい、あ、はい、愛媛県のてっちゃんです。愛媛県から、どうぞ話しちゃって。あ、はい、あ、いいね、よかった、今回はちゃんと話せる。嬉しい。え、前回ちょっと修羅場だったけど、今回は修羅場じゃないよ。そうそう。ね、ほんとありがとう。あ、今日も最高に可愛いよ。ありがとう、嬉しい。もうすぐお話し会もあるけんね。うん、
うん、話そうね。うん、またイチャつこうや。うん、ありがとう。はい、終了です。うん、ありがとう。県、ある県ね、県外ですね、ちょっとね、あの広島、岡山っぽくて。なんだっけ、はい、方言が入ってて。あ、じゃあ次、次ラストですね。ほぼ全然、はい、じゃあ行きましょう。嬉しい。はい、じゃあ繋がったらね、そういうことでね、ピューロランドも行きたいし、ね、最近は夜1時に寝るそうですね。スーラータンメン、スーラータンメン好きで、はい。もしもし、お名前と何県から？もしもし、あ、切れちゃった。でもう一回行ければいいんだっけ？もう一回再チャレンジしてます。あの、急に出る人いるんですよ。かかる前に出る方いるので。話し合いになっちゃうんでね、時々言うんですよ。ちょ、フライングして、うん。フライングゲットの方がいらっしゃるので、気をつけない。フライングゲットフライングゲット。分かった！もういや、あと出て切っちゃう人いますよ。間違ってあの、切っちゃう人いますからね。あ、もしもし、ボタン間違える。もしもし、お名前と、はい、お名前は何県から？2回目の登場。あ、岡山県の福寿です。岡山話しちゃってどうぞ。2回目の ありがとう。あ、2回申し込んどったから2回とも当たっちゃったのこれ。おもろい。え、当選率アップなってるか。まさか2回かかってくるとは。すごいな。すげえな。やばい、でもやばい。でも、うん、でもほんま土曜日、土曜日と日曜日が楽しみ、うん、あと5月3日もあるし、26日のもあるし、うんうん、あ、26日か投票めっちゃ、うん、選挙権のもあるし、困っとんよな、やることが多すぎて。いや、ほんと頑張って、お終了です、やりました。さあ、締めましょう。じゃあ、ルルちゃんもありがとうございました。最後ね、ちょっとね、ありがとうございます、こちらこそ、こちらこそ、もうほんとエンディングまで残っていただいてありがとうございます。でも、ルルちゃんもね、今週末はもう移動ですね、福島にね。いや、ほんとそうなんですよ、ボルト、これからツアーも始まりますし、うん、はい、初めての EP も発売させていただきますし、うん、あとは、いろいろフェスでまた名古屋だったり大阪だったり、うん、いろんな場所にもお邪魔させていただくので、うん、皆さんぜひ遊びに来てください。ありがとうございました。あの、お礼入れて言えてないんで、アーリンにも佐々木彩香ちゃんにもありがとうございましたって、おくらよろしく言ってお伝えください。本当にね、はい、言えてないんで本当にありが出てもらってね、無理、本当に忙しい。ありがとうございます。お伝えください。さあ、じゃあ、イネタンいかがでした？イネタン今日2度目の登場でしたけど、本当に私も今日レッスンだったんですけど、レッスン以上に楽しすぎて、もうちょっと本当にもう幸せです。あ、わかりました、わかりました。最後に今週の放送楽しかったというから、8の連打、8の連打お願いします。もう終わりですよ。下北ゲーム DJ とボクセリトーショー、この時間の相手はメイムシーでアウトコメンテーター大倉智明と、そして本日のアシスタント MC のアシスタント MC、 はい、でした。そしてゲストはライトルナでした。ありがとうございました。 How was the program this week? How about Lina Chan's MC? Our next broadcast will be on Thursdays April 28th. See you next time. Have a fantastic weekend. みんな一緒に I love you. I love you all. バイバイ。この後はメッシャー劇場23時まで下北タイムよろしくね。皆さんコメントください。ありがとう。 Thank you. Have a fantastic weekend. Bye bye.This is a street radio station. 88.8. She loves the FM.